皆様、今日も秀久模型紹介をご利用いただきましてありがとうございます。今回の動画は加藤さんから模型化されました C56-165機と12系 JR 西日本仕様のセットで SL 北琵琶湖号の走行シーンをお楽しみいただきます。走行シーンの撮影にあたり12系のソハフ12-129号車にテールマークを取り付けしました。実物のテールマークはご覧のように縁が赤色やったんですけども、このテールマークは黒色にすることとし、サインペンで一周塗っております。あと実車は下りの C56 は順方向の運転となるんですが、上りはバック運転となるため、これをね再現すべく先頭のダミーカプラーを従来ナックルカプラーに交換しております。テンダー側にもねヘッドマークが欲しいところですが、その辺はイメージでお楽しみくださいませ。走りますのは大阪江坂のリカラー大阪店さんのレイアウトです。今回も最後までお楽しみください。
皆様、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。本動画もご視聴いただきましてありがとうございました。